草加亭の書風、巻末の拓本の部分を書いていきます。今回は、この5行です。まずこっちからですね。思ってはいるんですけれど、その書譜のね、豪快さというかちょっと暴れてる部分とかがやっぱりこの部分だとこう書いててちょっと足らないかなという印象です。さあ、あと3行書いていきます。ここで、改めて少し話して、今日雨模様です。すごくにじみます。筆ペンでも墨で書いているように、まあ、紙の問題もあるんですけど、湿度ですね、にじみます。筆ペンのインクはペンテルでかなり改良されてはいるんですけれど、ノートの方がやっぱり水分を含んでいてにじみます。今日
ラスト1行。ちょっとノートも中央なんで、紙が平らじゃないんですけど、ちょうどここの部分がですね、包丁、確か本文があるんですが、一部が欠けていると。ちょっとこの部分なんですよね。ここから包丁、ここの部分欠けが多いんで、なのでこっちを参考にするということですね。紙とかここもやっぱり、彫ってる字と書いているこの線とでは全然気合が違いますよね。こういったところ、見比べながらという